皆さんこんばんは。本日は LJL2022 スプリングスプリットデイ5の模様をお送りしております。さあゲーム3では戦国ゲーミングが勝利いたしました。それではゲーム3振り返ってまいりましょう。加瀬さんいかがでしたか？そうですね、まずはドラフトから見ていきたいと思うんですが、はい、まあ皆さん話題に上がっていたトップスマイトルルですね、はい、それでやはりドラフトの出し方も非常に良かったですね。先ほどちょっとインタビューでも聞いてみましたが、はい、まあ、結果的に警戒していたグレビスジェイスを消したという話ではあったんですが、まあやっぱりそのグエンなんかを警戒の対象に入っていなかったので、はい、結構ドラフトでも気づきづらい出し方をしていましたよね、はい、タムケンジができた時にあこれトップスマイトルルだっていう判明の仕方をしていたぐらいには本当に準備されていたドラフトという形でした。あとは今回もジェット選手がサイラスをピックしていたんですが、結構やっぱりその自信を持ってプレーしていたというところも前回おっしゃっていたのもありましたが、やっぱりここもやはりラスカルジェスタの相手へのボット対策というところだったのかなと思ったのは、やはりノーチラスの爆雷発射を乗っ取っていたシーンが非常に印象的だったので、本当に戦国が準備してきたボットレーンにとにかく主軸があるラスカルジェスターに対する、はい、まあ、ドラフトがまさしくハマったというのが非常に印象的でしたね、はい、なるほど、はい、その上でゲームの中で、はい、まあ、かなり転換点になったなというところがあったので、はい、シーンで取り上げているので見ていきたいと思います、はい、ゲーム時間17分前後といったところでかなりお互いイーブンの状況でもあったんですね。でラスカルジェスターも決して劣っていない対応を見せていたんですが、はい、これまず一度仕掛けていって体力削られはしましたが、まあ、きっちりと戦国引いていって、でここからフロントラインが一度、まあ、帰らなければいけないという展開になりました。ここはラスカルジェスタ非常に良かったんですが、はい、この後のジェット選手のテレポートが非常に良かったですね。このブルーバックの裏に今コントロールワードが刺さっているんですが、はい、素早いリコールからジェット選手のテレポートを待ちつつ、ここですね、ドラゴン触っていましたが、ここから反転でまず1キル、すぐさまシークレス選手が対応したんですけれども、やはりキルにはつながった。ただここも対応としては RJ も非常に良くてですね、お互いレベルの高さが伺えるシーンではありました、はい、ここからのワンスですね、まあ、愛は育っている、ここ前面に押し出してやろうと言って前のめりに仕掛けたところをよく見ていましたね。ここでソウルを打ち取った、一気に状況変わりましたし、この後もやはりスマイトトップを使っているからこそ、はい、ワンス選手もファームができているというところで愛の選手に渡り合うことができた、はい、戦略とそしてワンス選手の判断自体が本当にいい形で現れたシーンでしたね。なるほど、ワンス選手はね動きが素晴らしかったですよね。はい、はい、いまだまだトップスマイト出てくるんですかね。そうですね、こうライト的にも対策をいろいろ考えてはいるんですが、はいはい、まだまだしばらくは出てくるんじゃないかなと、なるほど、予想されるということでございます、はい、さあそして MVP が決まった模様です。レイニャお願いします。はい、ゲーム3の MVP は、はい、ワンス選手となりました。はい、ありがとうございます。先ほどのね V でも見た通りの活躍ですからね。そうですね、はい、何でしょうかこれは。接戦だったんですね、はい、投票率が本当だ、ワンス選手が 37%、 ハニー31、パズ32と本当に、まあ、戦国チーム全体が本当に良かったっていう、はい、皆さん素晴らしかった、はい、チームプレーができてたという証拠ですね、はい、30% が並んでるわけですね、ただそれでもワン選手がここで MVP に輝いたというのはかなりその大きいのかなと思うのが、はい、我々がその試合を見ていてワン選手がちょっとその味方とのその一人だけちょっと違う判断をしてしまっているみたいなところがこれまであっただけに、この試合でこの活躍を見せたっていうのは戦国はなんというか一つこの問題をクリアしたっていうことにもなりますから、そこのズレを合わせてきたというところですね、さらにレベルアップしたということで、はい、はい、さあ続いて本日の最終戦ででございます。本日も早いですね。早いですね。あっという間です、ね、はい、ゲーム4アクシーズ VS バーニングコアとなりますが、こちら注目ポイントどこになるでしょうか。そうですね、トップスマイトが出るか出ないか。そうですよね、アクシーズといえばですかね、はい、ちょっとなっちゃうぐらいアクシーズのちょっと代名詞が、はい、まあ、イエローヨッシー選手が、はい、まあ、トップスマイトをどういう風に何のチャンピオンでやっていくのかみたいなところの面白さがちょっと生まれてしまっているのが面白いんですが、はい、まあ、ただこうジャングルのプレイヤーは非常に素晴らしいプレイヤー揃っていまして、はい、スワンプもフローレスも本当にこのアクシーズそしてバーニングコアを、中心となっている選手 で、はい、スコアもめちゃくちゃいいですから、はい、後に紹介もね、もしかしたらあるかもしれませんし、はい、試合の中で中心になってくることは間違いありませんから楽しみですね。いや、そうですね、アクシーズデイ1デイ2でも驚かされましたからね、はい、面白い、こんな面白いのという、はい、でそこからちょっと調子落としてんじゃないかと思われてますが、はい、ここでどうなるか。そうですね、わかりますね、そろそろ対策も各チーム考えますから。そうですね、はい、はい、さあどうなるかということでございます。さあそれでは本日最終戦ゲーム4まもなくです。
さあ続いてはゲーム4アクシス VS バーニングはこちらの試合の模様をお送りいたします。引き続き実況はあいつ解説はレボロさんで行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあそれではゲーム4のスターター見ていきましょう。まずはアクシスのスターターです。トップイエローヨッシー、ジャングルスワンプ、ミッドメグミ、 ADC サンチュ、サポートダイシーとなっております。続きましてバーニングコアのスターターです。トップレイファーキー、ジャングルフローレス、ミッドダイス、 ADC ユウヒ、サポート藤本となっております。それではゲーム4の両チームの注目選手ということなんですが、アクシズからはイエローヨッシー、そしてバーニングカーからはレイファーキーということで、これデータをですね用意しようと思ったんですけれども、トップスマイトを両チームともやっていてですね、ちょっと正確なデータというのが取得が難しいということで、レボルさんが気になるデータがこの2名であると。そうですね、2名というかチームですね、その両者ともにトップスマイトを経験して、プレーしている中で、アクシズとしては、そのヘルドのコントロールは、LGL で1番なんですよね、しかしドラゴンのコントロールがちょっと甘くて、特に中盤以降のドラゴンが取れていない、15分以降の3体目4体目のドラゴンがうまく取り切れていないというところが、うまく勝ててないポイントにもなるのかなというところで、そこが気になるのと、そもそもなぜこの2人なのかというと、トップスマイトやるのやらないのというのが気になるからですね。そうですね。やるのであればやはりオブジェクトのコントロール、先ほどの戦後ゲーミングのように、全て取って、そしてファイトのところ重要なところで勝つというプレーがとても重要になってきますから、そこで、序盤のところはもう非常に固まって、となると問題となるのは中盤以降のオブジェクトコントロール、そして集団戦が非常に重要になってくる。一方でそのバーニングコアの方としては、レイファーキー選手がテレポートを持たないダリウス、ゴーストフラッシュの連戦に寄せたダリウスという連戦に強いチャンピオンを抑えているにもかかわらずですね、ヘラルドのコントロールが 33% と非常に少ないんですよね。1試合平均 0.5、最大1試合で2体取れる中で 0.5 ですから、これどれだけ低いかというとですね、バーニングコア V3 と同じく最下位なんですよね。なのでそのヘラルドから、タワープレートを取って、タワーを取ってスノーボールしていくという展開がちょっと行えてないのが、バーニングコア その序盤のところのちょっとゆったりとした展開につながっているのかなという感じはしますね。そこが改善されるとこうより一歩進んだチームになるかなという感じがします。レーン重視だからこそリフトヘラルドも取ってほしいということですね。さあそれでは LJL2022 スプリングスピリットバンピックパワードバイマウスコンピューター、マウスコンピューターのゲーミングブランド G チューンとともにお届けいたします。ブルーサイドはアクシズ、レッドサイドはバーニングコア。なんと意外や意外、サイド選択権アクシズが持っているんですが、ブルーサイド選択意外ですね。レッド行くかなと思いましたけどね。思いましたが、となるとトップスマイトはないのかと思いきや、先ほど戦後ゲーミングやってみましたから、まだ分からないですね。そしていやすごいですね、ターゲットしましたよダリウス。さらにはサイラス・ダイス選手のチャンピオンもターゲットしましたね。なんでしょう、メタチャンピオンバンせずに相手のチームのもう得意ピックを消したというような、そういった形になってますね。 TF も空いてますし、ケイトリンも空いてます。バーニングコアもちょっとその流れを感じてでしょうかね。最後の番ポッピーという、ただこれポッピーバンしたことによってスワンプ選手がリシン取りやすくなりましたね。あ、確かにそうですね、フローレスに渡したくないというのもあるので取り上げも込みでしょうが、バーニングコアはジンクスと、ボリベア。結城選手がここまでのところジンクスをピック回数とても多いですが、ちょっと中盤捕まって倒されるシーンがいくつかあると、隣が常にタムケンチにも関わるというのはちょっと気になるポイントではありますね。ただ連戦のところは非常に安定してますし、後半の集団戦のパフォーマンスも非常にいいですからね。あとはアフェリアスオープンなんですけど、お互い取らないままドラフト進みますか。いや、さすがにここと抑えないとバンされてしまいますから、取りましたね。ライズ、アフェリアス、ライズはかなり早めに取りました。先出しになりますね、これで大地選手としては。ただ安尾ダイアナとかもできるチームですからね。確かにそうですね、まだちょっと選択ミッドガンがどうなるかは分からないですね。ボリビアを抑えてますから、ボリビアはジャングルに行くというところで、安尾の可能性は非常に低いですけどね。スレッシュを取って
てのバンフェーズ2。お、これで藤本選手初めてタムケンチ以外のピックになりましたね。あ、確かにボットレーンのところのマッチアップでタムケンチをバンしてボットのセットアップといったところを考えてますかね。となると大選手がミッドレーンでライズに対してプッシュ勝ちできるチャンピオンを取れるとミッドボットでゲーム作っていくというようなドラフトになりそうです。ライズにプッシュが勝てる主導権が取れるチャンピオン、まあ、イレリアをバンしてますが、今だとなかなか難しいですけどね。オリアナ・ビクターあたりで、まあ、ゾーンコントロールも考えながらというのが、うん、一般的な選択にはなると思いますけど、でも主導権取りづらいですね。そうですね。ビクターであれば Q のパワーを使って序盤、うん、イレリア取れますけどね。最大ロームするタイプのチャンピオンではないですからね。そしてカルマ・ベイガーと、まあ、ベイガーの本当評価がうなぎ登りで、あ、でもビクターで行きましたよ。おお。ボットの主導権をとにかく取られたくないというバーニングコアのドラフトのようにも見えます。カルマもオープンでした。ここでセカンドでバン。先ほど優美を見せてましたけどどうしますかね。ダイシー選手はエンゲージチャンピオンが得意なのかなという印象なので、うん、まあ、レオナ・ノーチラスを取る可能性というのは非常に高いですけど、ノーチラスでこれでライズがタンクライズなのであればトップレーンでグエン、はい、いやあとは、まあ、カミール、ただグエンが一番今だと妥当なピックにはなるかなと思いますね。ダメージ足りない分を簡単にこう補えてしまうと、そうなんですよね。そこは本当に大きいですね。お、あ、2個先出しですか。バード、トップスマイトバード、はい、トップスマイトです。これに対してバーニングコア回答後持っているでしょうか。タワー CG が非常に強力、そしてアイテムが揃った時集団戦起きる前のポーク能力の高いジェイス、非常にいい回答ですね。これでいかにアフェリオスが育っていても、はい、集団戦が始まる前に2コア3コアできているジェイスにポーク食らったら体力高く保てないですからね。確かに、だからポーク食らう前にバードのアルティメットでもうジェイス捕まえるみたいな、そうですね、しかないってことですよね。そうなりますね。いやー、ブルーサイドでのこうドラフトの流れからトップスマイトにするというのがちょっとなんでしょう、デイ4の、あ、デイ5ですか本日、デイ5のメタなんですかね。ただやはり、はい、そのまあ、トップのピックはこれだけバンしてはいます。ダリウスやドリンダミア、はい、そうですね、バンしてはいますよね、はい、イレリアもバンしてます、はい、ただジェイスも残ってましたしグエンも残ってましたしガングプランクも残っていたということを考えるとブルーサイドのトップスマイトはやっぱりちょっと難しいのではないかという印象はありますね。対応できるチャンピオンがバンしきれないと、やはり最後のラストピックのところでトップスマイトなんだよと見せた方が、はい、あ、やはりこう有利、ドラフトのところで有利は作りやすかったと言えると思います。この場合はもう鍵を握っているのは、まあ、先ほどと同じですよね。エディ・キャリーの装備さ、はい、ジャングラーの装備さ、そしてこの場合はレイ・ファーキー選手がジェイスでどれだけ仕事ができるかというところだと思いますね。ただ一点違うことがあるとすれば、あのバードってパッシブで経験値獲得できますよね。そうなんですよね。だからこそ、まあ、ジャンナの次に上がる名前としてバードが上がっていたということだと思いますね。これじゃあまたあれですかね、先ほど見たようになんでしょう、縦割りしてみたいなのをちょっと狙うような、その可能性はありますね。いや非常にちょっと楽しみですが、試合の準備できましたので見ていきましょう。さあ始まりました LGL2022 スプリングスピリット Day5 ゲーム4、アクシス VS バーニングコアの試合スタートです。お弁当スタートとなるとスタートを普通にレーニングしますかね。んダイブアクションとかするのであれば Q は必要になってくると思いますし、もしくはなんか特殊な動きするんだったらいいっていうのも、そうですよね、はい、はい、精霊の旅路、ただまあリーシンがレベル3は必要ですし、ただこれあのレイファーキーのルーンがあれ
なぜファーストストライクに？これ対面いないから稼げないですよね。稼げないと思いますけど。うん、どれぐらい稼げるか、まあちょっと楽しみではありますね。うーん、気になりますね。ええ、そしてあとはまあスワンプ選手とイロヨシ選手の動きですけど、はい。お、でもクオールでは 50-50 本当ですか。お互いチャンスあるよと。そのようですね。ええ、パワースパイクはもう35分超えないとアクシズきついよと出てます。まあ、ビクターとジンクスというベタ足に対してバードのアルティメットが刺さっている、はい、でそこに対してライズのオーチアス・アフィリオスが襲いかかれるというところが大きいのかなという感じがしますけど、中盤は完全にパーニコは有利というような AI の判断でしたね。まあでもイエローヨッシーがポッピーで見せて衝撃でしたから、今度はバードで、まあ、ターゲットされてましたしね、バードなんだったら。そうですね、ずっとバンされてましたからね、うん、ようやく開いたというような気持ちはアクシスの中ではあるでしょうから。まあ一方でここからバニコはトップサイドからスタートしてフルクリア、ボットカバーのボリビアのルート取ってますね。さらにはやはり大地選手がミッドレーンで大体にレーンの有利取ってますから、これでライゾーサイドに対して動かせないようにプレッシャーかけていくと。おお、ただ大地選手もエアリーではなくてファーストストライクですね。そうなんですよ。でも逆にエアリーじゃなくて連主導権序盤取れるんだったらいいですよね、うん、いいですね。エアリーは連の主導権確実に取るためのルーンの選択ですからね。そうですよね。あ、さらにフローレス選手プレデターなんですね。プレスアタックではなくて仕掛ける性能を上げていく選択を取ってますね。ということはこれ、ダイブする、ガンクするっていうことですか。そうなりますね。もしくは1対1のところ捕まえていきたいと。はい、あ、もうイエローヨシ選手がレベル3になって、あれ、あ、ちょっと靴を買い忘れた。あーっと、まあ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 、これでボットのプッシュに合わせてですからね。そうですね、今ので間に合わない可能性がちょっとありますけど。そうですね。でも一生懸命今ジャングルの中歩いていますね、イエローヨシ。このレベル3になればアフィリオスはジンクスに対してプッシュ勝ちできるようになりますから、はい、そこを生かしてのボットダイブという流れになってますね。ここミッドにもスワンプ選手から出してメグミン選手がプッシュ主導権を握るような形を作って、そしてこの火炎放射とグラビタムでガンクのセットアップができる武器にしてます。さあボットダイブ、これがトップスマイト戦略強勝から。ただ怒り投げのフックはフラッシュアウト、藤本プレイでもうまくディセンゲージしました。ただガンクができなくてもいい、 ADC の CS を落とせば問題ない。さあこれで夕日ワンウェブ分のさ経験値も取れていません。もう一度怒り投げ、精霊の旅路ですぐさまこの壁を越えてきます。これドラゴン枠のちょっと待ってるんですかね、あと5秒。ああ、なるほど。ああ本当ですね。そしたらこれフローレスも分かってますね。もうドラゴンが湧いた瞬間にジャングルの中入りに行きました。そうですね。ただミッドレーンのところでめぐみ選手リコールしてテレポートでミッドに戻ってきましたからカバーできると、うん、さあフローレス見ている、プレデターをアクティブにして見ています。いや、ただちょっとさすがにビクターがいないのでプレッシャーかけるだけで、これでただジンクスがファームできる、プッシュできる時間稼ぎますからね。ああ、なるほど、もう完全にクロコのような動きってことですね。そうなりますね。これでウェーブを確かに食べれて、しかもリコールもできそうです。ただアクシズとしても狙い通り、そうなりますね。そしてバタバードがボットに対してプレッシャーかけていく動き、もうずっとここにいるでしょうから、問題となるのは、まあ、この後のリーシンの動きではありますけど、ファームしながらまたボットに対してですかね、まあ、そうですね、ラプターには触りましたね。そしてトップレーンではレイファーキー順調にタワープレートを破壊していきます。まあフリーファームですからね、トップレーンは。そうですね。
パワープレートもこれで2枚ですか。まあ間違いなくジェイスはこれで育ちますからね。そうですね。あとはこのレイファーキー選手が育ったジェイスを生かして集団戦でどこまで活躍できるか、集団戦前といった方がいいですかね。ポークですかね、うん、徹底的にポーク、しかも柔らかい対象に当てることができるかどうかですね。特に対面のイエローヨシーなんかはもう柔らかいですもんね。いや当たったら最終的には体力7割飛んでみたいなそういうのがまあ想像できるような状況になってますからね。あ、もう徹底してボットカバーをフローレス意識していますが、イエローヨッシーも譲りません。ボットの視界をクリア、そして置いてというのがずっと攻防で行われています。またしてもスワンプ選手がミッドに体出して、めぐみ選手にプッシュ主導権を握らせて、しかも CG ウェーブの CG ミニオンのウェーブで、なるほど、これで大地選手はどうしても後手を踏まざるを得ないですから、ボットのカバーが遅れる。そこを利用して、さあボットダイブ、今度はライズのアルティメットで全員で5人ダイブです。さあただうまくスタンで返した。なんとファーストブラッド獲得したのは藤本。さらにはいや、カオスストームすごいダメージだ。フラッシュ3キル獲得、バーニンコア。これはバーニンコア凄まじいカウンターが入った。ちょっとタワー裏だったので詳細なスキルがちょっと見えませんでしたが、テレポートの反応が非常に早かったのが非常にまず大きかったのと、ライズのテレポートポジション、アルティメットポジションが奥すぎましたかね。いや、藤本選手のパフォーマンスがいいですね。友達はそういいでフレーで弾いて Q をイエロイ選手に当てると、ジェイスの EQ も当たってますね。そうですね、カオスストームにジェイスの EQ ですね。完全にこれ待ってましたみたいなカウンターですよね、バーニンコは。そうでしたね、まあ、あからさますぎたといえばあからさますぎましたからね2回目ですよ、ミッドにプレススワップ選手が体出してというのが。まあでもその方がやりやすいといえば、まあ確かにと。そうですね、さあ8分リフトヘラルド、ここもバーニンコは無理をしません。アクシズが取ります。ダイス選手とレファーキー選手もテレポート温存してましたからね。あ、しかもこれもう分かってますね、藤本もトップいますよ。本当だ、この時間はこういう動きというのは研究できているようです。バーニンコはカバーしています。ただそれでも2人だ、テレポートはもうない。ミッドレーンからダイスが寄ってくる。さあ怒り投げのフック、それに対してのプレイ、そしてフックで返していく。さあダメージはスワンプ足りるか。フラッシュで強引にキルを取りに行きましたが、そこにフローレス、ダブルキル獲得しているのはなんとスワンプ。あーとたらサンチュがデッド、サンチュがデッド、フローレスが捕らえることに成功。爆雷は嵐を起こすもので CC を食らいません。いや、これで結城選手が一方的にファームできる状況になってますし、バーニンコは対応悪くないですね。しかも2キル取ったのが互いにジャングル。はい、そうですね。AD キャリーにキルが入ってないという点でアクシズとしてはちょっと苦しい、ダイブになりましたね。リフトヘラルドを使ってこれプレートを集めたいんですよね。そうですね、ただ集める対象が倒されてしまいましたから。ここ藤本選手のカバーが見事でしたね。これで時間を稼いだと、まあ、よく本当にスワンプ選手キル取りましたけどね。いや、しかもこれサンチュがダメージ出すためとはいえ、タワーのアグロの切り替えでサンチュに行ったんですね、タワーダメージが。なるほど。あー、ゴールド差は3000ゴールド、有利なのはバーニングコア。これはもうボットに三中に出しますが、フローレス走り込んでくるぞ。一応これハンツにしてゴールド入りそうですけどね。いや、あ、入らなかったですね。入らなかったですね。今オートアタックできなかったですか、タワーに対して。しかもタワーもこれ取れない、ドラゴン前のポジションは取れていない。ここアクシズとしてはドラゴン取らなければなりませんが、ボットのタワーからまずは狙いに行くようです。夕日のこれで姿が見えたので、ボットアウタータワーは確実に、そうですね、アクシズが取ります。ただドラゴンに触ってるのはバーニンコア。どうするアクシズ、まだウルトがかかっていない。なるほど、アルティメットはない。あー、フローレスがしっかりとドラゴンを抑えた。怒りのフックでダイスが仕掛けていきますが、そこに全フォーカス。ただフローレスなんと耐え切った、2キル獲得。バーニンコア精霊の旅路で逃げていきます。アクシズ、今のところでフックの持ち合わせ当たってもアルティメットが上がっていなかったので、後方に対してアルティメットを打てず、ビクターを全く
ゾーニングできなかったですね。リプレイ、ここのところでダイシー選手はまだアルティメット上がっていないんですね。ここでフロール選手に入ったんですけど、後方に対してアルティメット打てないので、ユウヒ選手、ダイシー選手フリーでダメージ出せてますね。しかもこれライズにフック当てたんですか。藤本は今メグミンにフック当ててましたね。だからダメージ足りなかったんです。なるほど。え、前のノーチラスのダイスじゃなく奥でしたか。はい、メグミンに当たってましたよ今。先ほどからそのフックの打ち方がいいとこ狙ってますよね常に。ええー、ん？ん？どういうことだ。タムケンチ4試合連続じゃなくても良かったのでは説がちょっと出てきますよね。 LGL 慣れるために必要だったんですかね。ああ、なるほど、確かに。さあ、爆雷レイフワーキをトライに行こうとする。ただフラッシュアウト、怒り投げがここに通ります。ただしここで集まってきたのはミッドレーンのダイス、後ろからはメグミン、ただバーストで1キル獲得したのはダイス、そしてまだ生存、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 などメグミン押し返す。メグミンは逃げるのみ。ただプレデターでフラッシー、当然届く。スワンプカバー間に合わず、2キル獲得、バーニングコア。これはアクティブとしてはちょっと焦ってますかね。焦ってる。はい、いや今のよくもよく避けましたね、選手かなり警戒しましたが、これはもう完全にトップスマイトはもう破綻したんですか、この状況だと。破綻したと言えると思いますね。なぜならジャングルのところで差が全く広げられてない、はい、むしろ負けてしまっている、ええ、AD キャリーのところでもユウヒ選手のファームを止めることはできていない。あ、レベルもユウヒが勝ってますね、はい、となるとここからはちょっと厳しいですね。だからこそ焦って今トップに対して、まあ、だいぶプレッシャーをかけたわけですけど、状況が整ってない中で仕掛けてしまったので、ミッドも1レベル差勝ってますから実質4連勝ってますね。何かリプレイです。このところでサンチュ選手と会ってないですね。会ってない。タワーシージをするつもりのサンチュ選手、しかしスワンプ選手とダイシー選手はだいぶしたかったというところでしたね。さあもう一度タワーシージ、サンチュここだ、ロアープめぐみ寄ってくる、藤本は無視。さあタワーダイブ、嵐を起こすもの、ただここがフォーカスが合っている。ストップウォッチまで使って1キル獲得したのはアクシズ、ただテレポートでやってくる、ただメガネスロケット、そしてあーっとスワンプタワーダメージによってデッド、ダイスダブルキル。フォーカス自体は非常に良かったんですが、これで3キルバーニングコア、まだ行くか、ダイスタワーダイブだが行った、デスレイが当たればいける、フラッシュで避けて、あと一発どうだ、ストップウォッチ、イエローヨッシーのフラッシュインでのカバー、ランタン乗っかってフック、4キル、いやーエースにつながる。アフェリオスの Q のモーション見てすぐさまフラッシュインとんでもないですね今の、スキルだと分かった上で、オートアタックレンジじゃないと分かった上でフラッシュでしたよね今。そうでしたね、すごい個人技ですよ。オートアタックだったらフラッシュしても絶対受けてましたからね、ここフォーカス自体は良かったと思います。タイミングも見事でした。ただそのなんでしょう、壁が邪魔でしたね。サンチュ選手がダメージ出しにいけないんですよキル取った後、ここから、はい、この後ここでキルを取ったはいいんですけど、そうですね、ミニオンがなくなったので、あーいけないんですね、タワーが邪魔で、タワーが邪魔で、なんとかタレットを置きながらダメージを出しにいけてるんですけど、これダイス右にダメージ出しながらサンチュもゾーニングしてたんですか。そうなりますね。セカンドリフトヘラルド獲得、バーニングコア、そしてレイファーキーついに2コア、あまりにも2コアの完成が早いので涙が全然溜まってませんがまあこの時点だともう十分のダメージは出ますね。チョックブラストをめぐみにヒット、リフトヘラルドアタックも入ります。ドラゴンは上がっている、ただ今回はクラウドドレイク、落ち着いてミッドシージから確実にドラゴンというような流れです。バーニングコア、基本的にバーニングコアが本当に
冷静にプレーできてますね。このところもしっかりとドラゴンを抑えて、抑えるためにミッドにヘラルド使ってポークして体力削ってと、これ丁寧に準備できてますからね。ミッドレーンのゴールド差2500、トップレーンが3400。トップレーンは仕方がないと思いますけど、ミッドレーンのところのこのダイス選手が凄まじいですね。経験値、すごいことになってるな。ダイス11レベル、メグミと1レベル差、サンチュが10レベル、ユーヒとの差はありません。そしてジャングルはフローレス10レベル、スランプ9レベルですから、ほぼほぼ1レベル差ですね。オールレーン勝ってますね。いや、いいタイミングで出してくれましたね、この統計データ本当ですね。ありがとうございます。まあ、5キル0アシスト、5キル6アシストでキル足の経験値、はい、というのが大地選手大きいのだと思いますけど、にしてもスノーボールがすごいことになってますね。もう通行はできてますし、さらにはまあこれだけキル稼げてますから全て進化してると思いますし、そうですね、もう QWE 全部進化となるとウルトも進化してますから、はい、あのスローフィールドがアルティメットで発生しますので、サンチ選手とメグミン選手はちょっと集団戦ポジション取れないですね。サイドの 1V1、 こうビクターって意外にサイドの 1V1 強いんですよね。そうなんですよね、ハラスもありますし、Q の、はい、あのシールド MS の上昇が強いですからね。ライズがこれでビクターに対して勝とうと思ったら自然の力が必要になってきますね。あ、もうそこまでいりますか。はい、かなり遠いですけど、まだ冬の訪れ積まなければいけないですから。うわ、ショックブラスト、メガネスロケット当たっていれば残り2割1割といったような体力でした。いや、しっかりとレファーキ選手仕事してますね。トラップを仕掛けている、なんでしょう、ただ気づいたか、ダイスぐるっと回った。さあ、そこにスワンプ、グラビティフィールド、さあワーポータルでダイスを潰しに行かれるような怒り、これは決まった、倒せるはずだ。デスレイ強勝、うわ、ストップウォッチ、そこにフローレス走り込んできて嵐を起こすもの、スキルが届かない、ダイスに届かない、アクシズいいプレーだったんですが、あとちょっと届きません。ライズとバードのユーティリティを生かした素晴らしいアクションだったんですけど、ダイス選手 の、 そのまず一番最初の W でリシンがオスターンすることができた、その後のストップウォッチ見事でした ね。ああ、そのままフローレスが走り込んでくる、テレポートで挟み込む動き、これはダイスのテレポート、バックライディスエンゲージ、フローレスを狙いに行く、うわー、すごいバーストで一瞬でサンチュが溶けました。いや、素晴らしい、もうワードを置いていってダイシー選手が隠れているの分かってましたから、テレポートのタイミングと合わせて自分がどれだけダメージを受け切れるのかしっかりと把握してましたね。アルティメットがボリビアなかったので難しいかなとも思ったんですが、完璧でしたね。スタンプ、いやー、ランタン、リプレイです。下から行ってみればほぼほぼデッドですからね。そうですね、ただここでもこの後の W でラインズがスタンしたんですね。それでちょっとダメージを出しに行けなかったと。またモーション見てからですね。そうですね、そしてしっかりとフローレス選手がビクターとライズの間に入るようにアルティメット打ってますから、めぐみ選手も禁止のビクターを狙いに行くことはできなかったですね。これで18キルですか、バーニングバー、そのうちの16キルに絡んでいるのがこのダイス。なんといってもやっぱテレポートをソロレーナ互いに残しておいてボットの2回目のダイブ想定したというのが見事でしたね。うん、あの対策が綺麗にはまってそこからのスノーボールでしたね。これもうちょっとアクシズトップスマイトに今強みはないということですから、ここから挽回はもうかなり厳しい、かなり厳しいですね。まあ、少数戦をどれだけ繰り返せるかだと思います。ダイスの、まあ、少数戦の
強さ。そうですね、あとスワンプもですかね。はい、バートのアルティメットで敵捕まえてっていうところですかね。ただもうムラムラ完成しましたよ。マナムネできています。セレーテッドダーク2つ目できてますから、これちょっと受け切れるプレイヤーは今のところいないですね。まあ、スワンプ選手のみですか。イエローヨッシーがレベル6ですから、今一発5割はまあ余裕で持っていきますよね。持っていきますね。さあ今度トップにアクシス、それでも自分たちの動きというのをやめません。バロンを触ってくるだろうという想定、めぐみ選手も体出して眼光をちょっと呼び込むような形にしてますね。ベイトを仕掛けてますが、そこにダイスと藤本が走り込んでくる。ダイスが来た、ダイスが来た、ダイスが来た。さあ待ちに待った展開、アクシズどうだ、足りない。なんでそこでランタンに乗れるんだよ。セルンタビジ、そしてゾーニャがある。裏では夕日が、おサンチが倒すことに成功。ただメグミンが狙われてレッド、 1-1 トレード。いやこれはアクシズとしてはこの 1-1 のトレードは悪くないですよ。悪くない。ミッドを狙いに行く。ここはテレポートでレインワーキーが守りに入ります。そこをダイブして狙いに行く。フラッシュまで使って、さあただレインワーキー強い。それでも3人で囲えば問題なく倒せます。これ悪くないんじゃないですか。スワンプ選手がキル取ったんですけど1000ゴールド入りましたよ。シャッターンゴールドで。インフィニティエッジがこれで相当稼いだことによって間に合いますかね。あ、しかし、あーただそこにはフロレス、うわ嵐を起こすもの。さらにはダイスのこのダメージ。いやちょうどジンクスも上がりましたから、バロンにバーニコはいけますね。いやアクシーズ本当にいい仕掛けだったんですけどね。わざとライズがそのプッシュラインを超えてまでタワー下まで押し込んでいって、相手を誘ってそこを捕まえる。そこまでは良かったんですけど、なぜかダイス選手が生き残ってしまった。はい、いや本当にその表現が正しいですね。なぜか生き残ってしまいましたね。これだってランタン見てコントロールモード、いやでもボディブロックしてますもんね。そうですね、やっぱちょっと育っていたのもあって体力アーマーが高く、ダメージディーラーがリーシンしかいなかったというところですかね。最大ダメージ出せるようにスワンプ選手工夫してるんですけどね。そうですね、それでも足りない。でもインフィニティエッジ本当に間に合いそうですよ。あと少しじゃないですかこれ。そうですね、オブジェクト消費も入ってましたしね。あと400ゴールドほどでしょうか。ただ問題は次のドラゴンを取ればもうドラゴンソウルですからね。バーニンコアアクシズとしてはもう渡すしかないですね。あ、もう渡すしかない。はい、ここのクラウドソウルは渡すしかないですね。そしてエルダーにかけると、ということはじゃあもうこのバロンバフでどれだけタワーが折れるかというのが、バーニンコアとしてはインヒビターは取りたいところだと思いますね。特にオブジェクト前、あ、タワー前での睨み合いというところでジェイスが力を発揮しますし、ビクターのハラス能力も非常に高いですから、気をつけるべきは、まあ、バードのアルティメット、そしてライズのアルティメットによる、まあ、人数不利の状況というところですかね。いやーもう眺めてるだけですね。触れないですから。あー入りましたね今ショックブラスト一発。ブルーチームのタワーが破壊されました。イーブンシュラードがまだできているので、ね、ダイスそれなりに応えれてはいますが、2発で5割減るようなダメージ。チュンレイファンキー、あーもう嵐を起こすもの、タワーダメージをもう無効化してタワーを狙いに行く。アルティメットはここは当たりませんでした。イエローヨッシー裏からスワンプ、ただ視界に映っているレイファークトの 1v1、 竜の怒り、あーっと強者当たらなかった。そして 4v4 でも戦いに行く。 1v1 のところではレイファーキーが勝ちました。そして 4v1 のところではフローレスがタンクし、そしてこの大質のダメージ。さあエンドゲーム、そのままエンドゲームになりそうです。前に出ることができない。
ナイススタン2番、そこに月光の祈り、うわストップウォッチによって月光の祈りが当たらなかった。その反応ができるのかフローレス、すごいな、とんでもないぞ、ダイスとこのフローレス、この2人はとんでもない。勝利したのはバーニングコートになりました。アクシズのトップスマイト戦略に対する準備というところがまず素晴らしかったと思います。テレポートをボットのダイブの時間まで使わない、そしてなんといってもダイス選手とフローレス選手2名の個人技の高さ、特にダイス選手ですね、この試合もとんでもなかったですね。あと結構タイミング的にジャングラーってあのボットダイブに間に合わないじゃないですか。プレデターあったら間に合うんですね。そのようですね。ちょっとそこびっくりしましたね。びっくりしましたね。あ、まあ、ただやっぱりそれ以上に大きいのはその例の2人がテレポートを自分の例のために使わなかったことですね。確かに。ボットのために残しておいたというのが本当にあそこでカウンター決めたことが大きく影響しましたね。ただやることちょっと素直すぎましたかね、アクシスは。そうですね。最後の集団戦、ここのところでバードのアルティメットが当たらなかったこと、あとはまあスワンプ選手がレイファーキー選手の 1v1 のところでまあ勝ちきれなかったこと、ウルト Q が当たらなかったですね。ボリビアのアルティメットがない中でのファイトだったのでどうなるかなとも思ったんですが、ちょっとダメージを出す量が違いすぎましたね。まあ、もらったのがイエローヨッシーレベル7ですからね15レベルですよ、だってレベル差2倍あってなかなかないですか、ね、うわ結構の祈り当たってればこれ、そうでしたね。今しっかりとフローレス選手に当たっていれば結城、はい、選手にも届いてました。だから3名にヒットしてるように打ってますからね。いやー強かったですね。強かったというかなんでしょう、ただトップスマイトのやることを理解して全部対応した、トップレーンにもだって藤本の動きがカバーリフトヘラルドタイミングでもういましたし、裏にやっぱそこのところをテンポ握ってから相手に渡さないための対応というのが本当に良かったと思いますね。バーニコア の、 そのトップスマイト対策の研究というのがよく見えた試合だったと思います。一方でアクシズとしては、まあ、トップスマイトといったところを練習してきている、うん、でそこで成功しなかった後のところでちょっと焦りが見えたというのは気にはなりましたが、ただまああのタイミングで有利取り切れないと勝てないというのが分かっているからこその焦りだったとは思うんですけどね、うん、まあ、なんかちょっとだから、スワップゲームとかを思い出しちゃいますけど、スワップゲームはレートに向けて自分たちが序盤弱いから回避するっていうのがスワップゲームでしたけど、これはあの回避じゃないですもんね。めちゃくちゃリスク取って相手潰さないとダメだぞみたいな、ね、差を作っていかないと。単純に最後の方は、まあ、見ても分かる通りデイズとバードのレベル差、装備差といったところで圧倒されてしまうと、トップレーンの差以上のところを他のロールで作らなきゃいけないというのがトップスマイトの重要なポイントだったんですが、まあ、それが作れなかったということになりますからね。いやでも回答策というのが一つ見れてよかったですね。そうですね、そのダブルテレポートを温存してダイブに対するカウンターを取るというのがよかった。まあ、こうやっぱりプレデターの移動速度の速さは効いてましたしね、よりの速さでファイト間に合うというところは非常にさすがでしたし、ね、あとドラフトで言ってたのがそのブルーサイドで厳しいんじゃないかっていうのがこのジェイスやジガンクプランクなんかもまだ残ってたっていう話ですけど、結局だからトップレーンにこうサイドをしてタワーを殴るのがあまり苦手なチャンピオンが出てきたときにやっぱり強いんだよねっていうのがより分かったよう な、 なんか今のメタだとグラガスとか、まあ、サイオンやオーンのようなタンクタイプのチャンピオンが出たときにやるのが、まあ、いいのかなという感じはしますよね。でもだから警戒されて結局出ないんですよね、それらのチャンピオンが。グラガスが軒並み消えましたもんね。軒並み消えましたねいや大変です、ドラフトね、はい、というわけでさあこれで本日の試合は全て終了となりました。実況愛そして解説にはレブロさんでお届けいたしました。それでは武田さんよろしくお願いいたします。
はい、アイズさん、レボロさん、ありがとうございました。改めましてゲーム4ではバングコアが勝利いたしました。それではゲーム4振り返ってまいりましょう。はい、勝野さん、いかがでしょうか。そうですね、バングコアこれまで その勝利した試合の流れを見ていても、はい、そのフローレスとダイス、この2人がまあ中心の人物であるというのはもう見えてはいたんですが、今回非常に面白かったのがそこに藤本選手が加わったことですね。まあもちろんこれまでもそのタムケンチで味方を助けるプレーで光っていたシーンはたくさんありはしたんですけれど、今回そのスレッシュというチャンピオンを使って仕掛けに行く藤本選手が見られたというのが本当に良かったなというところでしたね。本当に素晴らしい動きでしたね。さあその中でこうアクシズとしてもこれが成功していればまた違ったのかなというところがまず一つあったので、そこ動画で見ていきたいと思います。はい、ゲーム時間7分のボットのダイブのシーンだったんですね。はい、これまずアクシズとしてはジャングラーと共にミッドレーナー合流してミッドを押し込んだ後ボットに流れていく、このセットアップを行ってさあトップスマイトの強さを生かしていこうじゃないかというシーンだったんですけど、はい、まずポイントとしてはこの後移動するところがこのジャングルの入り口のところにあるワードによって、まあ、見えていたこと、そしてここでポータルを使って入っていくんですが、ダイシー選手の入りがちょっとだけ早かったですね。それによって藤本選手としてもダイシーは E で、そしてライズのアルティメットで飛んできた相手に対しては Q でしっかりと返して対応できた。さらにここダメージ面で非常に大きかったのはミッドレーンがテレポートをしっかりとここに残していたということですね。もしこれがうまくいっていれば、はい、またアクシズもうトップスマイトの戦略というのはもうしっかり練習できているということはこれまでも分かっていますから、はい、いい展開が出るかなと思ったんですけれども、うん、まあ、先ほどレボルさんのお話の中にもありますが、はい、やはりこううまくいかなかった時にそのセカンドプランじゃないですけれど、はい、まあ、かなり、まあ、振り切った戦略なので結構難しくはあるんですけれども、そこからじゃあどうやって落ち着いて、はい、立て直していくかというところで今回少し焦りが出てしまったのかなというところはありましたね。まあね、レボルさんも本当に言ってましたね、あそこで焦ったんじゃないかということなんですが、これトップスマイト対策されてきちゃってるじゃないですか。まあ、今回そうですね、はい、まあ、そのトップスマイトの戦略はもうかなりデータも集まってきたというところもありますし、はい、今回ブルーサイドを選択した上で出したというところで、まあ、相手が、トップスマイトやる、まあ、アクシスチームがまずやるんだなって、はい、その上であバードだからトップスマイトだねっていうところも分かった上で、はい、相当心構えもできていましたし、各チーム、まあ、準備してきたっていうのは、はい、もうだいぶ進んできましたから、はい、理由もありますよね。今後のアクシズがどんな戦略をこう、ね、出してくるのかが、まあ、一応トップスマイトも対策されてるわけですから、はい、まあ、その辺にも注目していきたいですね。だからこうなってくると戦略の幅が広くないと、今期はトリプルラウンドロビンになってるから大変ですよね。まあ、そうですね、はい、ただ戦略の幅をその広く持とうにも結構スケジュールが今回タイトなので、はい、そうか、2週間に1回大体パッチが変わるんですけれど、はいはい、そのパッチの切り替わりのタイミングで2日しかないんですよね、大体。なるほど。その中でもしめちゃくちゃメタが変わって、じゃあ仮に、トップスマイトできなくなりましたと、はい、ってなる可能性はもう全然あるので、はい、もうなんていうんでしょう、急に用意するっていうのはほぼ不可能なんですよ。はい、なのでリーグを通していきながら戦略の幅を広げていくしかないので、その順調にいってるチームはいいですよ、はい、ただ、はい、まだ1勝を上げていないチーム、はい、もしくはまだまだここから強敵との対戦が待ってるチームに関してはかなり難しいのかなとも思います。その上でだから、はい、一番大変なのはコーチ陣かなとは思いますね。そうですね、分析しないといけないわけですからね、はい、もう各チームその、まあ結構昔と違ってそのサポートスタッフが潤沢になってきて、はい、今ドラフトにはコーチが2名まで入れるようにもなっているんですよね、はい、で その、はい、でその上でもやっぱりその選手の、メンタル面とかを見るコーチもいれば、専属でマクロとミクロで分けてるチームもあったりなんかして、はい、結構そのチームによっていろいろ差がありはするんですけれども、その中で選手のメンタル整えつつ、じゃあ戦略うちらには合うのは何なんだろう。そこですよね、そこを考えなきゃいけないよ ね、 ね、合うのは何か、はい、トップスマイトもそのトップがそのかなりキャリーできるタイプのプレイヤーなのであれば、まあ、無理をしてやらなくてもいいっていうところもあります。もちろんやれることはメリットの一つではあるんですけれども、はい、向いているチーム向いていないチームもありますし、そこをどういうふうにした選択しながらリーグをこう駆け抜けていくかですね。駆け抜ける、本当に駆け抜けるって表現が今回は正しいと思います。見る側としては楽しいんですけどね、はい、選手たちやコーチ陣はこんなことしてくるんだとかがあるから、はい、なんかね毎日 LJL ですよね、なんか感覚としては、はい、いやちゃんとあるんですけど間は
確かにね。だって僕らが毎日 LJL 放送してんじゃないかって思うってことは、選手なんかもっと大変ですよね、はい、コーチもより大変だと思うんですがね、はい、はい、ということで MVP 決まった模様でございます。レイニャよろしくお願いします。はい、ゲーム4の MVP は、はい、藤本選手となりました。はい、藤本選手でございま す, います。さあ、こちら勝さんが言われてた通り藤本選手来たかっていうところですもんね。そうですね、この試合を藤本選手 MVP 得られればいいなと僕も思ってましたね、はい、素晴らしいプレーでした。はい、自信にもつながると思いますし、はい、やっぱりこれまで見せていなかったチャンピオンでしっかりやれるんだぞっていうところを見せましたから、はい、これでまた一段と自信もつくんじゃないかなと思いますね。だからこれ視聴者の方も目が本当に超えてきてるってことですよね。まあ、長くね見てくださってる方々多いですから、勝さんの意見と揃ってくるってことですもんね。そうですね、すごいですね。皆様ありがとうございます。はい、ということで以上ゲーム4の振り返りでした。さあ、それではインターバルを挟んだ後はアフターショーをお届けします。 LJL クールダウンでは福岡ソフトバンクホークスゲーミングより木夏選手、マーブル選手にお越しいただきますということで、ちょっと SHG をみんなで応援しましょうということで。そうですね、皆様チャンネルはこのままでございます。それでは一旦失礼いたします。